こんにちは、発達王子ことまゆです。今日撮影してるのがですね、5月5日、ゴールデンウィーク最終日です。今日はね、いつもと違う背景で、本当はね、ここに藤がいっぱい咲いてるはずだったんですけど、ちょっと来るのが遅れてしまってですね、本当はすごく立派な藤棚なんですけど、その近くで撮影しようと思います。ゴールデンウィーク僕の中で、5月1日から5日まで、5日間、毎日投稿っていうのをちょっとね、チャレンジしてました、実は。やっとね、終わって、5月5日の動画もアップロードして、明日からまた仕事なので、休み最終日に、ちょっとね、のんびり公園を散歩してました。あっちの方に屋台とかも出てるので、食べたりしようかなとも思うんですけど、5日間のチャレンジを終えてみて思うのは、もうちょっとね、簡単だろうって思ってたんですけど、5日間のチャレンジを終えてみて、思ってよりも大変です。結構編集大変で、夜中の12時とか、1時過ぎまでね、編集やってたこともありました。僕やっぱりね、ついついね、やり始めると、タイムリミットがない、タイムリミットあるんですよ、次の日にアップするっていうので。でもね、そんな仕事行ってて、明日もあるからみたいな風に、そういうね、割と短いですからね、タイムリミットがないと、めちゃくちゃ過集中になっちゃうなって思いましたね。なかなかね、過集中のコントロールってね、やっぱり難しいなって思います。新しい機能できて、使えると思って使ってみると、で、いろいろね、これやり方分かっていったと思って、ちょっとずつ調整してると、細かいことは気になり出すわけですね。音楽とかも、やっぱりこっちの方がいいんじゃないか、あっちの方がいいんじゃないかとかっていろいろやってて、気づいたらね、夜中になってたなんてこともね、この2日間ありましたね。結構ね、その日のうちに用意して、次の日の朝に動画アップできるように準備してるんですけど、前日にね、もう夕方に撮影をして、夜編集するみたいな、結構タイトな感じでやってた日もありました。でもその中でも、夜ね、いつ寝てもいいってなると、集中してね、やってたなって、過集中になっちゃってたなって思いますね。今チャレンジしてみてですね。でも自分のスキルの幅とか広がって、結構いい休みになったんじゃないかな。結果としてね、大変だったけどいい休みにいい目標を掲げてできたんじゃないかなって思います。その間にね、気分転換にピラティスとか行きましたしね。やっぱりね、チャレンジするってすごくいいなって思いましたね。僕のメンターも言ってますけど、やっぱりね、チャレンジすることで人に姿を見せていけるし、その人に認めてもらうとか、結構承認欲求高い人、私さんって否定されながら生きてきたけど、やっぱりね、人間ってね、どっかで認められたいみたいな気持ちあると思うんですね。誰を彼氏の中で誰でも。でも、もちろんね、成果見せて認めてもらうとかっていうのもあると思うんですけど、それだとね、ずっと自分を追い詰めちゃって、やっぱり大変なわけですよ。だけど、一番簡単な方法というか、もちろんね、自分で自分を認めるのが一番いいとは思うんですけど、じゃあ、でもね、どうしても他人の方にね、その基準って委ねがちだなって、僕もまだありますけど、人にこうやって褒められたから嬉しいとかって、やっぱりけなされるより褒められる方が嬉しいと思うので、誰でも。でも、人に認められるための方法として、チャレンジを続けていくっていうのはあるんじゃないのかなって僕は思いました。僕も、メンターのもとで教育ビジネスとかやってるんですけど、やっぱりね、メンターもずっとね、いろんなことチャレンジし続けて、僕もですし、僕の仲間とかもですけど、背中を見せていただけてるから、僕も頑張ろうとか、メンター自身もすごく成長していってるから、僕もついて頑張ろうっていう、少しでも早く追いつけるように頑張ろうって思ってやれるので、人がね、挑戦している姿っていうのはやっぱりね、惹かれる人とか多いと思うので、そこでやっぱりね、自分も頑張ろうって思ってもらえる人もいるかなと思うので、人に認めてもらうとか承認欲求を満たすためには、やっぱりチャレンジを続けてここだって大事なのかなと思いました。それをね、成功する成功しないチャレンジしてたことを、これやろうと思ったことはうまくできるかどうかはまた別としてですね、チャレンジしてる、頑張ろうって思ってることを認めてくれる人ってやっぱりたくさんいますし、あとはね、自分自身の中でも達成感っていうんですかね、僕もね、5日間チャレンジしてみて、頑張った、やりきったじゃないですけど、自分の中でね、できた、やった、みたいな、自分で自分を褒めれるような、褒めてあげたいなって思える部分もあったので、チャレンジしてる姿を認めてくれる人と一緒にいるっていうのも大事かなと思いました。やっぱりね、人間ね、相性っていうのは絶対あります。合う合わないっていうのはある。本当にね、極論言っちゃえば合わない人とは離れてってもいいです。自分を大切にしてくれる人、自分の大切に思える人との時間を大切にすればいいと思うので。だから、自分自身を高められる人との時間。で、そういう人って多分大体ね、チャレンジしてる姿っていうのは認めてくれるので、認めてくれる人が多いと思うので、そういう人との時間を増やしてですね、人生を有意義にしていくといいんじゃないかなって思いました。僕もね、明日から普段の仕事とビジネスの修行、またね、二重の生活が始まりますけど、そこもね、頑張っていって、またね、いろいろ配信していきたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いします。結構ね、人通りがね、撮影し始めてから多くなって、ちょっとタイミングとか難しかったんですけど、このね、外撮影もね、チャレンジだなって思います。僕ね、ずっとね、これ外でね、めちゃくちゃ恥ずかしいと思ってたんですけど、意外とやってみると、そんな、大したことなかったです。多分ね、やる前の方がビビってることって世の中いっぱいあると思うんですね。
あの僕の外撮影もそうでした。やる前の方がビビってました。でもやってみて、やりとりやれるんだと思ったので、またね、その機会があったらいろんなところ外で撮影して、いつもと違う風景もね、お送りできたらなと思います。だからね、意外とやってみると大したことないよっていうこともいっぱいあるんだよっていうのも、今日学びましたね。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。発達さん専用の無料コンサルも引き続き行っておりますので、あの僕もねメンターについていろいろ学んでって変わってこれました。僕もねだからそんなように人をねハッピーにできるような、人の後押しできるようなそんな人になりたいなって思ってます。で僕もまだまだ修行中なのでお金はいただきません。完全無料で行わせていただきます。あのね、お悩み相談でもいいですし、まあ、僕と友達になりたいとか、ちょっと雑談してみて話をしてみたいとかっていう、どんなことでもいいので、概要欄にあるお申し込みフォームからぜひね、ご連絡ください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。発達王子こと、まゆでした。バイバイ。